紙もいっぱいいただいて、レッスン上でも読みました。ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとうのプレゼントもいただいたな、もうありがとうございます。そう、本当に皆さん字綺麗ですごいですスカイさんキューキューキュー、ありがとうございます。手紙、あーん、ヘイブンさんアンプありがとうございます。手紙どれぐらい届いてるのか、でもなんかこう持って帰るタイミングにもよりますよね。なんか私は定期的に結構ちょこちょこ持って帰ってるんですけど、メンバーによっては貯めて一気にドサッと持って帰ってくるメンバーもいるから、そう、その時によりますね。ともさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。ただしさんたい焼きありがとうございます。ともさんキュンキュンキュン、スカイさんキュンありがとうございます。おねだめの MV クイズやろうと思います。お手紙待ってますよ、ありがとうございます文章まとまらなくて長くなってしまう。でも結構長い方すごく多くてすごい嬉しいし、なんか思いが伝わってればいいなって思って書いてますとかいう方とか、そう、ちゃんとまとまらないのでここら辺でみたいな方もいるし、そう、全然長くても嬉しいです。ゆきだんごさん音符ありがとうございます。そう、あ、食べちゃったかなそうなんですよ、私は結構ちょこちょこそのお手紙がもうこうなんていうんだ、私のところに入ってたら1枚でも2枚でも3枚でもあのもう持って帰っちゃう、すぐそう、すぐ持って帰っちゃいます。ただちょっと期間が空いたりしたりするとね、そもそも事務所にあんまり行かないとかになると溜まっちゃったりするか。スカイさんハート1000ありがとうございます。キュンキュンキュン、ありがとうございます。本当にいっぱい愛ありがとうございます。えらい？ありがとうございます。あと1枚だけ読めてないけど、今日は今日もいっぱい10枚ぐらいいただいたかな。今日受け取った中でもプラスプレゼントもいただき、5分前早いですね。キャトルさんキュッキュッキュッ、ありがとうございます。豆ですか？ありがとうございます。その時によるけど、皆さんからお手紙をいただけて嬉しいです。あとね、便箋も結構その可愛くて、黄色だったりレモンだったり、はがきの方がいらっしゃったり、すごくね可愛いですありがとうございます。うん、可愛いでございます、ありがとうございますフ楽しみましょうか、ありがとうございます。とっても可愛い便箋です黄色オレンジ系を買っちゃいますね。可愛いのがいっぱい届きました。黄色系が多かったです便箋選ぶの楽しいですよね、わかる。でも私あんまり お手紙書く機会がないから買わないんですけどそう、可愛いのいっぱい届いて嬉しいです。お家のお手紙ボックスに入れますシンプルに白で送っちゃう。白での白の方もあの絵が描いてあったりとか、そう、嬉しいですありがとうございます。深夜さんキュンキュンキュン、ありがとうございます。原稿用紙の方もいましたね。深夜さんキュン
キュン、ありがとうございます。サンタさん、たい焼きありがとうございます。そうお手紙って普段だったらあんまり書く機会ないですよね。ありますか皆さん。結構ね携帯でやっちゃうからねでもスタンプじゃなくて好きな人いるの？僕以外で。あでも年賀状も結構いただいたりとかしましたね。今年も3枚ぐらい当たった気がする。確か、いますよ好きな人。アキラというここに横におります。アキラが大好きですゆいのさん、スイレンありがとうございます。アキラが、アキラはいつも配信の時に見守ってくれておりますお仕事頑張ってください。アキラはあの朝起きた時に可愛いねって、あ伸びたねって一人で喋ってます。私は一方的にあ枝豆くんは女の子です。枝豆子なので、枝豆子さん、ひまわり子さんなので、あの女の子ですねそうそう、声かけると元気に育つって聞きますね。バンダナさん、モナカ、ヘイブンさん、トントイ、ありがとうございます。シソはシソです。シソは友達そう、マリコさんそうなんです。あの皆さんですって言ってくれるの信じて、あすいません、アキラですアキラ、アキラ、アキラ、この子のことが大好きだ、好きだ、叫べ声が枯れて出なくなって、ほら見てください、ニョキニョキって、あー見えてるかな、ここここ、あーちょっと見えてないね、ほらニョキって出てます、可愛いです。こっちもほらニョキッ、めっちゃ増えましたよね。あともうちょっとで、ここもここも伸びてきます。イエイ声かけのせいか、でも最近天気悪いからあんまり伸びてないのかもしれない。一日で一気に伸びる時もあるからね。七色さん、尊いありがとうございます。皆さんもね、アキラのこと好きだと思うので、ラプチということで MV クイズをやっていきたいと思います。アキラ成長見守りたい。そうですよ、皆さんも私も野菜は枝豆とシソを育ててます。ヘイブンさん、パチパチパチありがとうございます。ということで、MV クイズイエーイ。あ、太くなりました？ちょっと食べさせすぎたかな大ちゃん星ありがとうございます。寝落ち隊長なんだねでは本日はお姉さんじゃダメですかの MV についてクイズを出したいと思います。全5問皆さんぜひ、4択なのでぜひ投票して参加してください。平内さん、もなかありがとうございます。じゃあ1問目から書いていきたいと思います。あ、間違えちゃった。え、合って
ゲシュタルトみたいになっちゃった。あれ合ってるこれ。待って、なんか分かんないや。間違ってたらちょっとごめんなさい。ゲシュタルトになっちゃった。よし、かほまるさん欲しい、ありがとうございます。 MV クイズのお時間です。お姉さんじゃダメですかの MV から問題を出したいと思います。ドゥルン。 MV に最初ではいってやるのは誰でしょう。1ミリア、2マイカ、3なぎさ、4リサ。投票を、投票を開始。あのはい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 っていう、その歌詞の時に MV でこうはいっていうボードをはいって出したりするんですけど、その時一発目のはいを上げているのは誰でしょう。まあ分かってもね、あのコメントには書かないようにお願いします。はい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 です。頭サビのところのこれは簡単？でも結構投票割れてる気がする。じゃあ一緒に確認していきます。何秒とか言いますね。お、簡単。簡単ですか？ちょっと YouTube を。よし、では投票終了までいこう。4321、投票終了。1番のミリニアが 40.8%、 2番のマイカが 30.9% で割れてるけど、まあ、40% ミリニアが多いですね。ちょうどさっき見てた。お、ということで、お姉さんじゃダメですかの MV で最初にはいってやっているのは2番のマイカです。イエーイ、マイカさんです。ちょっと一緒に見ましょう。一緒に見ましょう。よいしょ。ここです。はい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 、ここがマイカが一番最初にはいってあげてます。そう、23秒とかかな。そうです。23秒のところです。ということで1問目 MV で最初にはいってやっているのはマイカでした。イエーイ。どうでしたか？でも2位でしたね。2位だから 30% の皆さんが分かってたみたいですね。分かってたのか勘なのか分かんないですけど。マイカさんでした。次2問目いきたいと思います。皆さん23秒のところ見てみてください。ちなみに一発目の範囲が、最初がマイカ、2個目がなぎさ、3個目がリサ、4個目がはなちゃんです。あ、ちゃんと勉強したところが出て嬉しい。それは嬉しい。いい問題やった。二問目いきたいと思います。二問目。
よし、できた。2問目でるん。 MV でモノクロ写真があるメンバーは誰でしょうか。1、はなちゃん。2、私。3、りさ。4、まいか。こっちの方が簡単かな。モノクロになっているメンバーがおります。誰でしょう。答えは分かってもコメントに書かないでください。こっちの方が簡単かもしれないかもしれない。あ、これはわかる。これはわかりますか。さあどうでしょう。こうインスタみたいな感じでこう流れてるのがあるんですけど、その中にモノクロのメンバーがおります。誰でしょう。髪色いいね、ありがとうございます。あ、これはわかる方多いですね。では投票終了しようかな。5、4、3、2、1、投票終了。41% で3のリサですね。さっきのミリニャよりかは多い。ということで正解は MV でモノクロになっているメンバーは、ダン、4番のマイカでーす。どうですか。え、私の見間違え。マイカと青のリサがこうこうこうなってるんですよね。お、 MG ってきてますよ。え、リサのところもありました。なんかこんなにあれだと不安になるんですよ。ここです、この場面。これのマイカがじゃん。これリサとかはこう青になってるんですけど、マイカはこれ白、まあ、白背景も白なんですけどモノクロでーす。です。お、予習した結果出た。お、そうですね、1分5秒ぐらいからかな。これはちょうど9秒のところですけど。5秒から9秒ぐらいのところでマイカさんがモノクロになってます。マイカはね、背景が白だから分かりにくいかなって思ったんですけど、リサが多かったですね。これリサがいるからなのかな、かなんかリサがモノクロっぽい感じのところがあったのか分かんないですけど。カンニングで当たった。早いですね、カンニングするの。では第3問目でれん。いや待って、まだまだ書いてない。よし、よし、できた。第3問目でれん。私の MV の衣装とツアーの衣装で違うところがあります。さあどこでしょう。投票、またこうなっちゃった。ツアーの衣装とMV の衣装で違うところがあります。さあどこでしょう。1、髪飾り。2、中のニット。3、スカート。4、靴。めっちゃ今止まりましたよね、ごめんなさい。なんか落ちました、ホームに落ちました。まあこれは MV 見ただけじゃ分かんないんですけど、まあどこが変わりそうかなっていうのと、あとはまあツアーを見に来てくださった方、配信で見てくださった方は分かるかと思われます。そしてまあ分かん
見てないから分かんないよって方もいると思うんですけど、そういう方々はあのよかったらそのうち私がツイッターとかに衣装をあげると思うので、よかったらチェックしてみてください。では投票終了、大丈夫かな、投票ちゃんとできてますかね。投票終了まで54321、投票終了。すっごい分かれてるかも。29.9% の方が4番の靴ということで、めっちゃ分かれてますね。 29%27%24%、 まあ髪飾りはないっていう感じなのかな、分かんないけど 18% だから。ということで、お姉さんじゃダメですかの衣装の MV の衣装とツアーの衣装で違うところがあります。それはじゃん、3番のスカートでーす。イエーイ。3番のスカートなんですけど、それ以外は全部一緒なんですけど、あれですね、黄色のスカートを履いてると思うんですよ、 MV では。なんですけど、実は配信では違う色のスカートを履いておりますので、よかったらこれから見るよって方、栃木じゃない、まあ、栃木もあれかな、あれがあると思うし、アーカイブがあると思うし、東京、福島、横浜もありますので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。私はスカート以外は全部一緒です、ちなみに。あとはあれですね、オーダーリンの衣装はイヤリング以外全部違います。なんならそう、 MV の衣装とツアーの衣装は、これはあの亀子さんが撮ってくださったお写真とか、私が載せたお写真とか、お写真私が載せた写真とかでチェックできると思うんですけど、オーダーリンは MV 衣装とツアーの衣装で、イヤリングしか一緒じゃないです。そう、それ以外全部違います、靴まで違いますので、そういうとこもよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。続きまして、次は結構難しいと思ってる、知らんがなって感じだと思うけど、まあ傾向と対策が分かってる方だったら分かるかなっていう感じですね。仕事が終わる時間だ。あ、高飛び飛べて偉い偉い、やった。あれですね、イコラブ愛見てくださってるんですね、ありがとうございます。目の前で永遠に MV 流して、あ、カンニングだ。クロックマンがちょっと寝たら次の問題いきたいと思います。カプーがプー言ったらゆるゆるだった、ゆるゆる。では続きまして第4問目いきたいと思います。第4問目ドゥルン、私は何回映ったでしょうか。じゃん、これは最初のトップ側入れません、そのトップ側入れないで、その投稿の中で何回映ったかです。その顔以外にも体とかが映ってたり、足元だけとか手元だけとか、まあそういう顔の寄りとか結構いろいろあると思うんですけど、全部含めて私は、あ、この横画面でこうつながって2個の場合、2人映ん1人だけど2つ映ってる場合も1とカウントします。私が何体映ったかです。1、15、2、16、3、17、4、18、さあどうでしょうか。つながってるのとか動画とかは1とカウントします、同じ動画だったらね。そう、動いてないもの、写真も、もです、もう私って分かるものが写ってたらもうそれは1です。鉛筆転がしてくるわ、面白い。
総合優勝しょばちゃん、イエイありがとうございます。かわいい体力テスト優勝しました転がしたら3が出ました。おお、じゃあ3に投票してくださいそれでは投票終了まで54321投票終了。3番の17回が 42% ですね。ということで私が MV に映った回数はバン2番の16回です。あとでぜひチェックしてみてください。トップ側含めないので全部で16投稿に映っております。よかったら見てください。 MV で16回も映ることなんてなかなかないし、まあ、ユニットだからっていうのもあると思うんですけど、自分の歌割りじゃなくてもこう流れてきてたりするのですごくたくさん映っております。やったあとでよかったら数えてみてください。一瞬だけど私のお腹ら辺が映ったりとかする時もあるので、踊ってるとか感想とか結構数えにくいと思うんですけど、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。マーブさん、たい焼きありがとうございます。さあ皆さん今どうですか。何問、4問中何問正解ですか。まああとで5問中何問正解でしたかっていうクイズも、クイズ問題質問もするんですけど、ラスト5問目いきたいと思います。これは絶対当たらないよって感じの問題を出したいと思います。許してください。よし、七色さん、たい焼きありがとうございます。ということでラスト問題いきたいと思います。ラスト問題でるん、お姉さんじゃダメですかの MV で使われなかったけど私がネイルしているシーンを撮りました。さあ何色のネイルをしたでしょうか。1黄色、2ピンク、3水色、4緑。投票開始。これは本当に多分使われてないんですよね。しその指で出た、あの映ってるわけでもないんですよ。だから絶対にわからないんですけど、まあそういうなんか、なんだろう、結構使われてないシーン多くて、そうなんかね、椅子を使ってそれになんかもたれかかってるとか、扉からこうチラッてやってるところとか、結構いろいろ撮ったんですけど使われてないところがめちゃくちゃたくさんあるんですよ。なので今回はこの問題を出してみようと思いますネイルしているシーンがありますが何色のネイルをしたでしょうか。投票終了まで54321投票終了。3番の水色が 32.4%、 あ、でも 31.5% で黄色も多いですね。ということで、あ、この中に正解あります、ちゃんとはい、ということで最終問題、使われなかったんですけど MV の撮影で私がネイルしているシーンを撮りました。何色のネイルかというと4番の緑色でーす。緑色のネイルをしました。そのお写真を、その1枚だけ唯一写真がありまして、横画面こちらです。じゃん、緑色ネイルフフフ、緑色ネイルをしました。唯一の写真ですこれしか撮ってない逆に。ということで皆さんどうでしたかこれは結構
いろんなシーン撮ったんですけど、まあどういう感じで何個を使うとかって分かんないじゃないですか、どういう映像が撮れるとか。そうだから多分こうたくさん撮っといてどれを使うかっていう感じだったと思うんですけど、そうめちゃくちゃ使ってないシーンが多いので、そうネイルもしたんだよっていう写真でした。クイズでした。アリスちゃん、たい焼きありがとうございます。ということで以上 MV クイズでした。イエーイ。ということで5問出題したんですけど、皆さんは何問当たったか投票してください。1問の方は1問、5問中1問の方は1、2問の方に3、4、5問の方は5、全問正解だよって方は5、そして1問も当たらなかったって方は6でお願いします。さあどうでしょうかどうでしょうか、どうでしょうか。最後の1問だけ正解、それはすごいそれはとてもすごい、逆にすごいさあどうでしょうかね。なんか緑色のボールの方も多い気がしますがそうネイル一瞬だけ、あのマイカがどっかのシーンでこうメイク道具の、あ、つくテーブルの上コインするのとか、こう裏返っちゃったのところのシーンでこういっぱいメイク道具があったと思うんですよ。あそこの椅子に座ってネイルしてるシーンを撮ったんですけど、何も使われなかったですということで投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。やっぱり6問の方が、あ、6問じゃない1問も当たらなかったって方が多いですね。そして全問正解の方が一番少ないです。ということで今回は結構難しかったのかな。最初の3問は簡単かなって思ったんですけど、難しかったですかね、最初のまあだんだん難しくしてるからあれなんですけど全問間違えちゃったって方も多いですねよかったらね、お姉さんじゃダメですか、すごく可愛い MV になっておりますので、インスタグラムみたいな感じでこうバーってなってるし、私が今までで一番映ってる MV なんじゃないかなって個人的に思うので、よかったらチェックしてください。いっぱい見てください。よろしくお願いします。以上 MV クイズでした。テロップ消す。そしてテロップは明日はお話し会。あれ消えちゃった。よし、パチパチありがとうございます。いっぱい見てください。あみちゃん、たい焼き、ヘブンさん、パチパチパチ、まことさんありがとう、人生じいちゃん、くまままままま、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。いっぱい間違えても楽しいですか、よかったですまあでも逆に問題出されても結構ってなりますけどね、私もむずーってなりますけど。あるかな映像とか、もし使ってないシーンで、あ、これいいなっていうのがあったら載せたりしようかな。あ、椅子のシーンはちょっとあれですね。これとか向こう、くるくるしちゃってるけど、こういうこういうね、こういう映像も撮ってたりとか、多分こうやって切り取るの予定だったのかな、こういうのがあったりとか。あ、これ使ってありますね、これ使われてます、これ使われてますね、よかったらチェックしてみてください。
あー、これはちょっとガサガサってなってますね。こういう感じのとか、こういうのとか、あ、これもどうですか？ファーって自分でやってるんですよ、これ。ファサーファサーってこの手上げてるところがカットされて使われてたりとかしますね。顔の寄りポッケにめちゃくちゃ溜まってます。そんな感じですね。あ、上からも振らせていただいてるんですけど、振らせてもらってるんですけど、そう、こうやってやってます、自分で。そう、そういう最初の方は使ってなかったり、あの映像としてじゃなくて、こう画像として使われてたりするからね。そういう感じでした。その映像一日見てられる？ヘイブンさん、たい焼きありがとうございます。そう、というのがありました。他にもあったと思うけど、多分保存し忘れちゃってるね。だいぶ前の、だいぶ前だから多分もうね、ない気がする、保存できない気がする、多分。あ、こういうシーンがね。あー、ちょっと読み込むことできませんって。載せることはできないんですけど、あ、ちょっとダメですね。こういう、あ、やべ。こういうシーンがあったりとか、いろいろあるんですけど、これとか、あ、これはもう保存ができませんってなってるから無理なんですけど、そう、ああいう動画があったりしたんですけど、ちょっとなかったですね。使われなかったですって感じです。すごい汗かいてる私今、とっても汗をかいております。そう、いろいろありました。まあまたなんかいい感じのところあったら載せたいと思います、タイミングで。なんか最近は結構載せるの多かったりするんですけど、汗汗です、ほんと汗汗。暑いです今、とっても。半袖短パンなんですけど、町岡さん、星陽介さん、アイスありがとうございます。合わせ合わせ、まあ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 、今日はおまばをやりたいと思っております。15分になったらおまばやります。そして近々あのお絵かき、ショコとお絵かきもやりたいと思います。クイズにマイカが多くて嬉しかった、どっちもマイカでした。なんか引っ掛けるみたいですね。どっちもマイカはないだろうみたいな感じですね。Oh darling、 このままで好調で溶けるようなキスしよう。ゆひめさん、マイカありがとうございます。おまば久しぶりにね、全然できてなかったから、おまばおまばやりたいと思います。ちなみに明日は6時起きだから、早くお風呂入って12時までには布団に入ってたいな。でも布団入ってからが長かったりするんだよなって感じですね。そう。あ、しょうちゃん自己紹介して、じゃあ私も自己紹介しよう。最近ね、すごい食塩の方も多いので自己紹介やりたいと思います。これももう1ヶ月もないや、1ヶ月もない、新しいの作らなきゃ。
しょおいしょおいしょ、はい、イコールラブの神奈川県横浜市出身19歳のショコこと竹脇翔子です。コールはショコちゃんでお願いします。7月9日が誕生日でもうすぐで20歳になります。イエイざわざわさんキュー、キュンキュンありがとうございます。チャームポイントはサラサラの髪の毛です。最近茶色に初めて染めました。でも染めてもサラサラだねってメンバーに言ってもらえてすごく嬉しいです。はい、ファンの方の名称はショコラです。ぜひ皆さんショコラになってください。よろしくお願いします。ショコラのラはうちらとか俺らとかと同じでショコたちっていう意味です。そしてここら辺のハートがまだ白いと嬉しいです。そしてインスタグラムは3万3000人になりました。ありがとうございます。これからも皆さんに楽しいって思っていただけるような投稿をしていきたいと思いますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいなと思います。そしてもうインスタはもう投稿したので、よかったらいいねとかコメントとかシェアしていただけると嬉しいです。あのですね、あのインスタグラムはですね、ちょツイッターは分かんないんですけど、インスタグラム投稿を見てくださってる方の3分の2の方がフォロワーさんじゃないということを最近知りました。3分の1の方はフォロワーさん、フォロー、私のことフォローしてくださってる方なんですけど、3分の2の方がまだフォローしてないって方なので、投稿は見てくださってるということで、ぜひぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ヘイブンさんかわいい、ありがとうございます。パチパチパチ、皆さんありがとうございます。インスタグラム3万3000人になりました。ありがとうございます。フォローしろーってそう、それだけそのフォロワーさんの方、フォロワーさん以上の方が見てくださってるっていうのは分かったので、みんなフォローしていただけると嬉しいです。バナナさんパチパチパチ、ありがとうございます。そしてよかったらね、友達とかにもあのフォローしてとか言っていただけたら嬉しいですねよろしくお願いします。毎日投稿しておりますので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いしますそうなんですよ。あ、コメント一人一人からじゃなくて、そういう、なんだろう、そういうのが見れるんですよ。なんて言うんだろうね、そう、そういうのが見れるんですよそうなので、よかったらフォローしていただけると嬉しいですね。そう、シェア、そう、たくさんの方が多分シェアしてくださって、あのそのフォロー以外の方、フォロー してない方がたくさん見てくださってるってことだと思うので一人一人はちょっと見てないんですけど、そうそうなんですよ。こういう感じですね。あ、ちょっとどうやって見せたらいい、こういう感じで、こういう感じで見えてるんですけど、青の方がフォロワーさんじゃなくて、水色の方がフォロワーさんなんですね。そうなんですよなのでよかったらフォローしてください。よろしくお願いしますさあ、あと3分の2の方もよろしくお願いしますあ、人数も出てるんですけど、あんまりそういうのは見せない方がいいかなと思ったので、円グラフだけ。そうそう、あ、コメントが来るじゃなくて、あの投稿を見てる方、例えばこう流して見てくださってたりとか、シェアでちょっと飛んだりとか。そう、ヘイブンさん、トントン、ありがとうございます。よかったらあのフォロー、まだこのルームに来てる方でフォローしてないよって方がいらっしゃったら、よかったらフォローしてください。あとは例えば私がインスタの URL をツイッターに投稿したとして、そのツイッターの URL から飛んでインスタ見てくださってる方も多分1に入ると思うので、そう、そういう方とかは多分インスタをまずやってない方も含まれるのかなとか思ったりしておりますそう、よかったらお願いします。ツイッターもよろしくお願いします
そしてはツイッターも投稿します。今から投稿しちゃいたいと思うよ、ツイッター。ではツイッター投稿いたします。3、2、1、投稿。ヘブンさん、尊いありがとうございます。投稿いたしました。よかったらチェックしてください。フリート共有ここで制服黒髪ツインを投稿投稿いたしました。最近ずっと茶髪の写真が多かったと思うので制服の黒髪ツインを投稿いたしました。よかったらコメント、リツイート、引用リツイート、いいね、よろしくお願いします。リツイートと引用リツイートはどっちもできるので、リツイート普通にして引用リツイートもしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますお願いします明日はお話し会です。どんなお洋服か楽しみに待っていてくださいふふふ。久々の黒髪を投稿してみました。まあ光でちょっと分かりにくいっていうところもあると思うけど、まあ明るくないから黒髪に見えるかな。どうか。暑いですか？三つ編みに見えた、嘘。ツインです。ツインテールです。ツイン。多分引用リツイートは何回でもできるんですよね。多分。ぜひたくさん拡散してください。よろしくお願いします。コメントも待ってます。今ちょっと覗いちゃおうかな。やったやった懐かしいって方が多いですね。何、1週間も経ってないんですけどね。嬉しい、可愛いっていっぱい言っていただけて嬉しいです。まあね、今はもうまだあの黒髪の写真めちゃくちゃあるので、し、なんなら生写真も出てますし黒髪の時の、なのでまだ全然黒髪も楽しめると思います。ヘイブンさん、もなかありがとうございます。そうふふ15分になったらおまわばです。あと4分ですねそうです。なのでこれからもまあ髪色も楽しみますが、黒髪も、これもね、黒髪、この時の写真なんですけど、生写真はこれも黒髪なので、よかったらゲットしてくださいよろしくー。あ、お話し会で、そう、お話し会で髪の毛染めたのが見れますサイン会でもね、すごいたくさんの方が似合ってるとか可愛いとか言っていただけてすごく嬉しかったです。明日の髪型まだ決まってません。どうしようかな、明日の髪型。なんか髪色変えたから同じ髪型やってもいいかなとかも思ってるんですけど、前にやった髪型でどうしようかなって思ってますなんか明日行くよって方でこの髪型見たいなって、まあどっちの部とは言いませんがもう一個は決まってるんですけど、どっちとは言わないんですけど、この髪型見たいなみたいな、この髪型のショコに会いたいなっていうのもしあれば待ってますコメントで待ってます
まあね、写真でも見たいっていう方、服に合う感じで、それはもちろん、それはもちろん。なるほど。でも結構今までやってて、やってないのがいいなって思ってたんですけど、まあ髪色違うからいいかなっていう気持ちですね。ね、ツインテールは正義、今日ツイッターに載せたのでチェックしてください。どうしようかな、どうしようかな。逆に何でもいい？うわーどうしよう、悩む。なんかショールームでもピッて、あこれいいねってなるんですけど、今いいねっていうのもあったんですけど、どうしようかなー、どうしようかな、どうしようかな。茶髪になってから人生変わりましたけど、人生はそんなに変わってないんですけど、まだ何日かしかやってないので。ただ圧倒的に褒めてもらえる数とすごい驚かれる数が増えましたね。今日今日レッスンだったんですけど、ダンスの先生にっていう感じのリアクションでしたね。それのみたいな。ヘイブンさん、バラありがとうございます。そうとか、なんか何回もいいよって、メンバーにいいよって言ってもらえたりとか、何こう触って、あ染めても2回染めてもサラサラなんだねって言ってもらえたのがすごく嬉しいです。でも私的に多分色が変わったからか分かんないんですけど、結構枝毛目立つなって思いましたね。あ15分、ありがとうございます。じゃあおまばを読んでランキングを読んで終わりたいと思います。おまばが先です。そう、なんでかっていうと変わっちゃうから、おまばやってる間にっていうのに最近気づいたので、久々のおまば、いつぶりのおまばだろう。おまばこっちの携帯からおまば探したいと思います。大分のカズさん、キュン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 、ありがとうございます。アイドル滝脇はどこかな、いた。アミちゃん、たい焼きありがとうございます。よし、それではおまば書いていきたいと思うよ。よいしょ、カラフル、カラフルチョークでいきます。ではいきまーす、探しまーす。まず、あ、これを、これは思わば、わちょっといっぱいいいのある、久々だからかな、なんかいっぱいいいの見っけた。では行きたいと思います。よし、ちゃんちゃんかちゃん、ドームがありまして、その下、あ、縦画面横画面になっちゃった。その下、長方形が歪んでて、首輪が2本つけると
になってなんか変な感じになって。大福二つ大きな黒豆二つ、いやこんなちっこい、もう寿命かな。あとこれぐらいのがあと4本もあるけど、これより大きいやつ。トンネルありまして、チョコ、スプーンが2つあって、入らない、おたまも2つあるよ。ちょっと違う感じになっちゃった。ここにこうを書きまして、ショコっぽくしたら完成。ちょっと違うかもしれないけど許してください。ヘイブンさん、バラありがとうございます。いきます、せーの、じゃん、だいちゃんです、ありがとうございます、感謝って言ってます。ちょっと入りきんなくなったので足こっち跳ねてるんですけど、ひまわりで水筒よって言ってるんですけど、感謝しました。だいちゃんいますか、ありがとうございます。何かわかんないけどロボットみたいな感じ。ひっきーさんはありがとうございます、ありがとうございます。ひまわり、ひまわりこありがとうございます。ぜひまた会いに来てくださいね。では続いて2人目いきます。2人目はちょっと迷ってきちゃう、いい、あのいい方がいっぱいいるどうしようかな、ネクスト、ではこの方、やっぱね最初にこの方って思った方にしようと思います。いきます、ちゃんちゃっかちゃん、満月お月様、びっくりマークがありまして、生子も一つありますよ、黒豆二つ、作家さんのお山がありまして、食をぼーくしていきます、あっという間に完成。いきます、せーの、じゃん、まことさんです、ありがとうございます。めちゃくちゃ P があるんですけど ST 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 って感じにしてみました、イエーイ、ありがとうございます。すごい私発光してますありがとうございます。それではヘブンさん、バラありがとうございます。ラストいきたいと思います。あー、ラストいくぞー、ラストは、どうすると
あ、さっきとナラビエーションが変わってる。どうしようかな。ラストはですね、じゃあどうしようどうしようどうしよう、この方、今日はなんか馬場で行きましょう。ヘイブンさん、キューキューキュー、マガトさん、ありがとうありがとうございます。ではラスト行きたいと思います。じゃん、じゃっかじゃん、おーやまーが、おやまー、へーこんだ形です、つ逆つありまして、トンネル二つ見えたかな、ゴキブリに引き降りますよ、黒ゴマ二つありまして、しょっぽさも出していくよ、マンホールがありますね、チュッって感じになっていて、ふわ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 、蝶蝶が飛んでいます。完成、完成です。来ました、せーの、じゃん、サーベルポンさんです、ありがとうございます。お目目がなんか G みたいだなと思ったので G です。マンホールだしね、ここありがとうございます。なんかなんか思わばです、ここショーコのショーにしましたなんかすごい思わば、今日は面白アバターにしてみました。結構可愛いアバターとか、なんか派手なアバターとかにすることもあるんですけど、今日は思わばが多めです。ありがとうございます。は、はです。は、たらたらたらたた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 たは。ということで以上思わばでした。ということでそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読みたいと思います。ランキングタイム、13位深夜さん、12位宮弘さん、11位スカイさん、10位七色さん、9位テルンさん、8位ただしさん、7位コロジーさん、6位ヘイブンさん、5位サンタさん、4位人生じいちゃん、3位ゆいのさん、2位バンナナさん、1位ひろしさんです、ありがとうございます。2列目、フィズニャンさん、クロさん、コトラちゃん、ゆきだんごさん、アキラさん、トモさん、ヒッキーさん、キャンさん、ウサさん、タークン、メリダさん、高市さん、ワッフさん、マーシーさん、ダイちゃん、オーツさん、マコトさん、イマママーさん、アリスちゃん、ペンタさん、マチオカさん、ポールさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。4592人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてヒロシさん、ありがとう。クマパフェありがとうございます。あんみつクマパフェです、ありがとうございます。ということで、今日は久しぶりに MV クイズをしてみました。お姉さんじゃダメですか、これからもいっぱい MV 見てください。そして近々ちゃんとショコとお絵描きもやりたいなって思っておりますので、よかったら参加してください。またツイッターでツイートします。ということで、今はただいまフジテレビ2で、君はイコールラブを愛せるかのシャープ3が放送中でございます。そして、今日の23時30分からは TBS チャンネル1で、
イコノイどうですかの特別編がございます。スポーツ狭い地決定戦、私も頑張りましたのでよかったらチェックしてください。そして青春サブリミナルのフルサイズも見れますのでよかったら見てください。スカイさんお疲れありがとうございます。そしてツイッターも投稿しましてよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。そして新しいグッズも明日の20時から発売販売されますのでよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。ということでそろそろ終わりたいと思います。初見の皆さんもありがとうございました。明日はお話し会でございます。皆さん一緒に楽しみましょう。この髪の毛を染めてからのお話し会は初めてなので皆さんの反応がすごく楽しみだし、なんだろう、それこそ話すことなんかあんまりいいの思いつかないなって方はなんか茶髪似合ってるよとかなんか茶髪いいねとか褒めていただけたら私はもう本当にとっても嬉しいですということで終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日お話し会でお会いできる方お話ししましょう。ありがとうございました。感謝。おやすみなさーい。この後SNS も投稿したのでよかったら見てください。よろしくお願いします。フォローもしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。フジテレビ2も TBS チャンネル1も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。